久保さん、徹夜です。がっつり徹夜です。<laughs> まあ、あのー、今日の自分に負けないというテーマにしましょうか。はい。あのー、本当は寝る予定だったんですけど、終わらそうと。<laughs> 終わらそうと思って。あのー、眠、一回布団に入ったんですよ。一回布団入りました。一回布団入ったんだけど、うーん。寝れない。終わらそう。 <laughs> 終わらしました。まあ、今ね、ドリアカのポータルサイトのリニューアルしてて、1年がかりでやってたんですけど、ま、だあとちょっとだったぞ。あとちょっと2講義。あと2講義これ入れたら終わりだぞっていうところまで来て、やっちまおうっつって、終わらしましたよ。終わらした。終わらした。<laughs> 1年がかりで全部やりましたよ。まあ、ちょい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 ですけどね。大変だった。動画の量多いから。うん まあ、ということで、まあ、結局その、まあ、一日一個やるっていうのも、なんかその、なんだ、一つをね、今日やるっていう、とこの感情論みたいなもんなんですけど、<laughs> 結局やれないんじゃないですか。それやれない理由って、一つもやれない人って、絶対自分に負けてるだけだと思うんですよね。100%一つですよ。例えば、3分すらできない。それは、 時間がないとか、何とかがないとか、もう,それもう全部置いといて、自分に負けてるだけなんで。だどれだけ自分に勝ったのかっていうのが、多分ね、僕最強のライバルって、他者ではなく自分だと思ってるんで、己にどう日々勝っていくのかっていう、もちろん毎日勝つと、勝とうとするとしんどいですよ。多分ずっと寝れないんで、死んじゃうんで、<laughs> あれ時にはね、あの、休めることも必要ですけども、 なんかできるだけ自分に勝つっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね。うん。だから常にその自分に勝っていく。つまり今の自分に勝っていくということは、また新しい自分になるわけじゃないですか。じゃあその新しい自分とまた勝負して、また勝ったらまた新しい自分になるわけじゃないですか。じゃあ結果的に、なんか強くなったなみたいな話ですよね。いってらっしゃい。